鳩谷ダムは、岐阜県大野郡白川村、一級河川、小川水系小川に建設されたダム、大木ダムとも言う。高さ63.2メートルの重力式、コンクリートダムで、関西電力の発電用ダムである。同社の水力発電所、鳩谷発電所に送水し、最大4300キロワットの電力を発生する。百五十一年に設立され、 小川の水力発電所群を継承した関西。電力は、同年に、聖でダム及び聖で発電所を、1954年に、椿原ダム及び椿原発電所の運転を、開始した。同年、それらの上流において鳩谷ダム及び、鳩谷発電所の建設に着手。1956年に鳩谷発電所が運転を、開始した。 1961年、鳩谷ダムの上流に、電源開発のミボロダム及びミボロ発電所が、完成すると、関西電力は、小川にある、既存のダムに対し再開発事業を展開。1967年、曽山ダムに、新曽山発電所が、1975年に、西で、ダム、椿原ダムに新西で発電所、新椿原発電所が、 1980年には、小原ダムに新小原発電所が増設された。また、聖出ダムと小原ダムとの間には、赤尾ダムが建設され、赤尾発電所が1978年に運転を開始している。鳩谷ダムにおいても新鳩谷発電所の建設が計画され、関西電力は1998年にその旨を関係各所に申し入れた。 新鳩谷発電所は鳩谷ダムの砂岩から新たに190リッター片メートル毎秒の水を取り入れ最大12万7000キロワットの電力を発生するというものである。昭川水系にある水力発電所としては三ボロ発電所に次ぐ出力を誇りこれによって夏のピーク需要を賄う。水車発電機は2台で12万6000キロワットを 発生する1号機と8 0 0ットを発生する2号機とで構成。環境に配慮して電力設備の大半は地下に設置される。当初の予定では1999年の夏に電源開発調整審議会上程2000年8月に着工2004年2月に運転開始と予定されていた。しかし2000年度経営計画の中で 新鳩谷発電所の運転開始年度が2010年度以降に繰延べとなり、2001年度経営計画では2011年度以降と、さらにもう1年の繰延べとなった。2002年度経営計画では、新鳩谷発電所の名前がついに消えてしまった。岐阜県の資料によれば、平成15年5月事業廃止とあり、計画は立ち消えとなったようである。 東海北陸自動車道、白川号インターチェンジを降りてすぐ道の駅、白川号がある。国道156号を挟んで向かい側に、鳩谷発電所がある。国道156号を南下し、世界遺産、白川号の歴史ある合唱作りの街並みを過ぎると、鳩谷ダムに至る。鳩谷ダムが位置する場所は地名を大木といい、鳩谷ダムは大木ダムとも呼ばれる。 かつて当地では小川が渦を巻きながら流れていったことから玉木という地名が生まれそれが現在の大木に変化したのだという鳩谷ダム建設に伴い水没する大牧の集落22個が集団移転した湖畔には荒谷発電所がある1998年に運転を開始した関西電力の水力発電所で 鳩谷ダムに注ぐ荒谷川の水を取り入れ、最大1万1200キロワットの電力を発生する。荒谷発電所付近には、ミぼろ発電所の放水口がある。上流のミぼろダムから取り入れて、発電に使用した水を9キロメートル近い長大な放水路トンネルで鳩谷ダムまで、送水している。西側には、三方岩岳などの両白山地の山々が連なり、 東側には、猿バンバ山などの飛騨高地の山々が連なる。ありがとうございます。